何もわからない背景となっております。いやまだね空港のちょっとあのローパリーだからね何もないのよ。まさかの行く前じゃなくて、もう到着してから飛び出すという新しいスタイルで、あの福岡密着を撮ってきてジャンプしたかった、みんなで飛びました。いやもうついてる。ちょっと今からやる。はい、行きます。せーの、ってことで部屋来ました。まあ、今回もね一人一部屋ということでね、嬉しいですね。いつもね綺麗なホテルで、今回も素敵なホテルとなっております。今回の部屋ですわね、まずこっから入ってきましたけども、まあ結構ね、あのワンルームって感じの一部屋となっております。まずほらおしゃれ、なんか本とかがあって、ぐる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 、こっちに洗面台があって、トイレがあって、お風呂、ちょお風呂がさ、で透明なんすよ。エイローエイローっていうことで、ちょっとバカいい匂いするんですけどね、めちゃくちゃいいお風呂となっております。ホテルってね、やっぱ遠征の楽しみのうちの一つでもありますよね。個人的にはあの大阪エツプレの大阪の時のホテルがめちゃくちゃ綺麗だったんですけど、あのドッキリ、みんなに寝起きドッキリ仕掛けた時のホテルあるじゃないですか。あのホテルがめちゃくちゃ良かったんですけど、このホテルも超綺麗です。まあ、なんて言ってもこのホテルね、なんか1階がカフェになっててですね、なんか24時間空いてるカフェで、だから いつでも行けるんですけど、その下 本がブワー並んでて読み放題みたいな、で、いろいろ頼めて飲み物も。で、ここにもね、本あるし、読みたい本をね、下から2冊持ってっていいですよ、みたいな感じで差し言われて。いや、おしゃれな、ね、ホテルや思いましたけどもね。まあ、読まないんですけどね、はね。いやー！ホテルのね、ベッド気持ちいいですよ、本当に。マットレスが最高なんですよ。あののね、自分家のマットレスは、なんかポケットコイルの1万ぐらいの安いね、ベッドなんで、本当にね、ホテルで寝るの気持ちいいなって思います。というわけで、こんな感じでお部屋紹介でございました。今回はなんかね、いつも通り、いつもね、おしゃれで本当に嬉しいんですけど、今回も最高におしゃれなホテルでね、2泊やっていきたいと思いますので、ね、2日間お世話になります。よろしくお願いします。てな感じで皆さん、私明日ライブでね、朝早いので頑張りたいと思います。バイバー、福岡公演頑張るぞ。バイバーイ。見てください、こちら明日のライブ会場、ドラム B1 です。イエーイ。今日はですね、観光してですね、一日で3人で回ったね、また別の企画なんですけど、はい、それの今雨の中、雨に打たれて B1 に来るっていう、そうやつ、早寝ろ。いや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 、早寝ろ。いやアホや、今からね、イメトレできるんじゃない。もうアホや、今から村に食いに来るんじゃ。そう、この後はラーメン食べに行きます。ほんまになんでやん、見守ってるわ。私は前乗りファンの人はしてんのかいな。ね、でもしてるんじゃない。 SNS なんかタイムラインでさ、ちょこちょこ見かけた。あー、飛行機ね、乗ったね、うん、ちょっと待って、もう雨ひどいって。明日もね、雨みたいですけどね、なんか傘忘れない、うん、忘れないことに、はい、結構でもライブ前ここに並ぶと思うので、この動画すぐ上がる、ね、この動画すぐ上がる、結構すぐ上がる。傘持ってきてくださいとか言ってるけど、いやでもね、ライブキッズやったけん分かる。ライブキッズからさ、雨なんて気持ち関係ないよ。雨が降る、ライト見てよ、えぐいよ。めっちゃ早くから言って楽しんでいきましょう。明日楽しみ。
マッサージ機があります。イエーイ。あの、私はマッサージ機が現場にあると絶対にやるっていうことを決めています。気があったよ。おばあちゃんやつだ。おばあちゃんやつ。やだって。気持ちいいのに。あやののことマッサージしたくないらしい。イエーイ。もうちょっとリハ。リハです。もう少しで。どうやってすんの？すげえ。うちだろ。ね。顔筋すごいね。顔マッチョだよ、顔マッチョ。今日もミーグリ、ミーグリあります。あります。頑張ろう。当たった人おめでとうございます。おめおめちゃん。私はリハ前にマッサージをやる人でした。肩こりとかね、うん、膝とかね。何年の問題。うっせー。お前のが一個上じゃん。でも昨日更年期来てたからうわよ雨に。あ、そう、雨今日めちゃくちゃすごいのよ。そう、確かに外もうブワー降ってたから、みんな気をつけてきてくださいね。ください。さようなら、はい、バイバイ。じゃあ私はここに寝るから。ちゃんとバイバイして。はい、いた。バイバイ。じゃあね。Thank you.
も増えましたよ、ラーメン食べた、やばい、ゴミちゃんエビ食べてギリギリまで食べた、ただの肥満症、あんたそうか、いっぱい堪能してるじゃん、一番お土産も買ってるし、昨日鍋、ラーメン、リゾット、やばい、乗る前にもラーメン食べた、そちらの方は単身電車だった、楽しかった、私はね、あの、うん、あれ食いましたよ、もつ鍋、あ、もつ鍋食った、よかったよかった、よかったね、もうほんまにあんたちゃんと遠征の時はいつもみんなマスクしてメイクしてた、なんでお前メイクできる、なんでそんな余裕あるの、アイロン取りに来たんだ、すごくないの、朝アイロン取りに行って 7時に1回起きてすごいよね、ちょっと近って言ってよ、マイノリティキラキラしてて、キラキラ、じゃあ死んでますので疲れて、じゃあ次はケンタ、はい、ケンタイブトビ頑張りまーす、ということでこの動画がおもろいと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録お願いします、それではまた明日の動画でお会いしましょう。